おはようございます。おはようございます。今回もレッド吉田さんと一緒に川口さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、メイクドラマの胴上げ当主、川口さんに大逆転秘話を聞いていきたいと思います。はい、はい、相当なゲーム差が開いて 11.5 ゲーム差ですね。 11.5 ゲーム差。ちょうど夏場、毎年あのジャイアンツは北海道シリーズとかやって、はい、丸山球児でしたね、はい、このメイクドラマっていうのは96年東京ドームからスタートして、はい、勝ち星から始まったんですけど、はい、負けがかさんだりとか、はい、歯車が噛み合ってなくて、うん、あれよあれよという間に 11.5 ゲーム差だったんですよ、うん、はい、選手たちはこのゲーム差になった時に、ああ優勝は無理だなってみんな思ってたはずです、うん、毎日ゲームする中で長嶋監督だけはみんな野球っていうのは何が起こるかわからないんだよって、うん、一試合一試合大事に戦おうという言葉をいつもかけてくれました。とにかく一歩ずつ進もうよと。なるほど、うん、と言いながらも、うん、選手は、はあ、もう10ゲームも離されてですよ、もう無理なんか、うん、そう、士気が上がらないんですよ、はい、その96年という年は破竹の勢いでカーブが勝ってました、はい、でジャイアンツは歯車が噛み合わないで恒例の北海道シリーズ、はい、札幌丸山球場でゲームをやったんです、はい、で実は、うん、ピッチャー川口はですね、はい、先発から下ろされた年というか、まあ、前の年4勝5敗でフリーエージェントで来たんだけど、うん、結果が残せなくて、で川口は辞めようと思ってた。実はもうこの年でもう辞めよう、はい、5月6月っていうのはファーム暮らしだったんです。ジャイアンツ球場行って練習をして、もうお昼には帰って、うん、もう辞める準備というかね、うんうん、もう士気が上がらない。でこの時に雷を落としてくれた方がいたんです。8時半の男で、宮田さん、ピッチングコーチ、はい、宮田ピッチング2軍ピッチングコーチがですね、はい、僕のところに来てですね、はい、川口先発だけがピッチャーじゃないんだよ、俺はリリーフピッチャーで生きてきたんだって言うんです。とにかく今1軍は苦しんでると、うん、勝てなくて、うん、必ず君が入っていく隙間があるから、うん、そこに向かってやってみないかって言われて、じゃあよろしくお願いしますって言ってお願いしたんですよ。僕のピッチングフォームを見て川口君、まずコントロールをつけるための方法として6歩半の歩幅を1歩分狭くしよう、はい、5歩半にし、はい、そうすると体重移動しながらも中心軸をほぼ変えないで手を使うので、うん、コントロールが良くなるっていうことを聞いて、それで6歩半から7歩あった歩幅を5歩半に変えてます。とにかく5歩半の中でコントロールをつける、はい、それとあとは PNF って言って、はい、障害者の人が足が動かなくなった時に一本一本細胞をこう呼び起こすようなトレーニング方法があるんですよ、はいはい、神経、はいはい、神経とか筋肉をね、実はもう95年96年はもうストレートが136キロしか出なかったんです、はい、なのでその PNF を毎日松井と一緒にやってたんです。だから松井も飛距離がすごい出るようになったのはあれ PNF のおかげです。その神経、筋肉の使い方、そうです、うん、部分部分を呼び起こすと。要するにピッチャーって金属疲労を起こしてくるじゃないですか、はいはい、使ってる筋肉が痩せ細ってバランスが悪くなってます、はい、その使った筋肉の細くなったところをそういうトレーニングで呼び起こして太くして、そしてまたストレートを蘇らせる。はだからちょうどその96年に147キロまで出るようになった。だから10キロぐらいアップした。復活じゃないですか。復活したんです、そのトレーニング方法で。だからその宮さんにね、とにかくファームで何イニングか投げてこいよって言われて、投げるようになったら、はい、すぐ堀内さんから北海道来いって言われて、ほーで忘れもしない。ここがメイクドラマのそのターニングポイントって言っていいんです、はい、9連続安打、はい、9連続安打で7点か取って、はい、広島を逆転して勝ったんです。そうなんです、はい、この時にみんながお、この打線はすごくなったぞっていうか、こう士気がすごく上がったんですよ、はいはい、長嶋さんがすごい喜んで、うん、これが俺たちの野球なんだって言い始めて、はい、残りの7月の後半から、はい、なんかエンジンがみんなかかり始めて、はい、8月9月の怒涛の勢いになって、で9月の最初に広島戦でマジックがつくんですけど、はぁ
そしたらそれ見ろというばかりに長嶋さんがみんな諦めないでやったらこういうことなんだよって言い始めてはいって言って息絶え絶えの魚がなんかね酸素いっぱいになってなんか蘇った。いやもう生き返ったわけですね、うん、そうもうほぼ諦めていたシーズンが多分僕の中で長嶋さんも多分諦めて、まあ、指揮官だからもうそういうしかなかったと思ったんですけどこれがね本当に心の底からね笑顔が変わってきたんですよ。最初の笑顔っていう笑顔がなんかできそうだぞっていうね笑顔に変わってきたのを覚えてる。ある意味僕の中では長嶋さん王さんを見て野球を始めて、はい、長嶋さんに呼ばれてジャイアンツに来て、はい、長嶋さんを胴上げしたっていうのはもう野球選手冥利に尽きるわけです。いや本当そうですね。その長嶋さんに誘われてきてそしてその 10.8 のメイクドラマ無事完結しました。その中には辞めようと思った時もあったけどやはりその長嶋さんの諦めない心そして選手たちも丸山球場のその連続安打記録を起点にチームが盛り上がっていった。それまでもう白けムードばっかりだったんですよ。それがなぜか知らないけど8月過ぎたらみんなの温度がぐわーって上がってくるのを感じた。一つになれた瞬間ですね。そうです。で一つ一つの試合が非常に価値あるものになってそしてマジックがついて、はい、で最後は 10.8、はい、名古屋球場、はい、ジャイアンツが泊まってる、はい、ホテルの部屋から、はい、マネージャーから電話があって、はい、川口君長嶋さんの部屋行ってくれる。え何ですか。いや監督呼んでるから行ってくれ。怖いですよね。でコンコンって叩いたら、はいどうぞって言って鍵閉まってるんです。はいどうぞコンコン、ああごめんごめん。もう本当にもう、そんな感じです。あ、川口、そこ座っとけって言ったらね、みんな水野も、はい、呼ばれて、はい、リリーフ陣が呼ばれたんです。長嶋さんの部屋で、いいか、今日はとにかく優勝したい、うん。とにかく今日は総力戦だから、ピッチャーはどんどん変えていく。水野、お前大事なところ行ってくれ。そして源ちゃんが行ったら最後川口、お前が行くんだって。もうそこに青写真を、その日の朝に書いたんです。なるほど。これはもう忘れもしません。そしたらその通り、その通りでしたね、はい、そして優勝した時、まあ、立浪がバッターボックスで、はい、アウトコースのストレートを、まあ、主審の井野さんがストライクと言ってメイクドラマが終わったんですけど、はい、まあ、とにかくあの波乱万丈の年で、まあ、このジャイアンツに来て初めて優勝で、僕もすごくその感激に浸れたっていうところもありますし、もう川口さん的には死にかけてたわけですよ。本当死にかけですよ、はい、それが蘇ったのもこの年ですよね。そうなんです、はい、もう一度野球の楽しさを教えてくれたのもこの年だった。そうです、はい、本当そうです。すごい。だからこれがやっぱり僕の中では、うん、その長嶋さんの元で野球ができた。これ川口さん主役でドラマできんじゃないですか。いや、そうだと思ってました。本当に TBS あたりでやりますなんかね、一茂さん物語、やっぱり僕の野球人生でやはりその広島ですごく育った14年間いろんなノウハウをいただいて、そしてなあの本当は西武ライオンズに行こうと思ったんですけど、長嶋さんの一言で巨人に来たというところもありましたので、うん、まあ、そういう中であのこうやって96年にメイクドラマ胴上げ投手として最後に入れたというのも自分の野球人生の中で初体験だったし、すごいですね。巨人に来る時の電話とかってどんな感じ。まあ、フリーエージェントをして、はい、女房がパパーと、何、長嶋さんという人から電話なんだけど長嶋さんって誰だ、わからないんですよ、はい、もしもしって言ったら、うん、もしもしってこう、あれなんかどっかで聞いたことある声だなと思って、はい、それが初めてですから長嶋さんと話をする。お話したのか、もしもしって言われて、長嶋だけどって言われたんですよ。え、もう直立相談者、はい、あの巨人の長嶋さんですか、うん、そうだよって言われて、うん、川口君FA したのって言われて、そう、じゃあちょっと話したいから明日東京で待ってるね、ガチャって言われたんですよ。はあ、直電だった。直電です。家の方、はい、でそれでもう次の日、はい、ホテルオークラの部屋をコンコンと、コンコン、はい、ああ川口君どうぞそれで大蔵の部屋で、うん、あのお昼だからご飯食べようって言われて、
ここは中華がうまいから中華にしよう中華を食べて、はい、それで君は何勝してるんだって言われたんで、はい、巨人にはだいぶ勝たせていただいたんですけどって言ったら、そうか、うちも左ピッチャーがいない、うちのキーポイントはとにかく毎年左ピッチャーだって言うんですよね、うんうん、だから左ピッチャーが少ないので、もしよかったらうちに来てくれないかと。そう言われた時には僕は神様と話してると思ってるんですよ、もう行くしかないなと思ったんですよ、うん、であともう一つの理由があって、女房の親父が膵臓癌になってもう何ヶ月も生きないっていう人だったんですね。もうそうなった時に、うん、もう大のジャイアンツファンで、女房のお父さんが、うん、だから女房のお父さんに巨人行くよって言ったら泣きました。はあ、巨人にお願いして、うん、ちょっと早めにユニフォームいただけませんかと、 お父さんに着させてやりたかったんですよ。もう病床だったんで、はい、それで棺の中にユニフォーム着せて送り出して、プレーしてるところは見てない、見てないです、はい、これはちょっと感動的だな。そうだからやっぱそういうのがね、まあ、自分のその野球人生の中にもそういうこともあって、まあ、巨人を選んだっていうのがあるんですよ。なるほど、はい、そういうね、裏話があったんですね、うん、まあ、なかなかこういうことは言えないんですけど、でもまあもう時間も経ちましたし、そうですね、まあそういうことで、うん、まあ長嶋さんも喜んでいただけたと思うし、うん、はい、まあ親父も喜んで、メイクドラマは僕の中でもメイクドラマだったと思います、うん、なんか川口さんが語るから、なんかまた違った意味でのドラマがまた一つ聞けましたしね、うん、ドラマチックな1年でしたね、ですね、ある意味18年の野球生活で一番ドラマチックでした。ジャイアンツも、メイクドラマだったし、ジャイアンツファンもメイクドラマだった、でも川口さんも一番のメイクドラマがあったということですよね。ドラマドラマドラマです、ね、いやそうです、もう俺も TBS でちょっと話を持っていきたいと思いますありがとうございます、ね、こういう話が聞きたいとかありましたら、またコメント欄にたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。